はい、こんばんは。今回はね、風鈴を描いていこうかなと思ってます。なんか夏らしくて、なんかいいですよね、風鈴って。で、まあそうですね、風鈴もね、いろいろタイプがあるんですけど、上の部分がね、例えば釣り鐘のタイプ、なんかお寺の鐘のようなタイプとか、まあいろいろあるんですけど、今回は一番定番なガラスでできた5タイプの風鈴にしようかなと思ってます。で、こんな感じですね。で、まあ風鈴ってね、なんかこう涼しげじゃないですか。なんか結構ね、このガラスの音とかってなんかこういいですよね。なんか夏らしくて、なんかコップに入ったこう、なんていうかな、氷のこの音とかっていいですよね。なんかカルピスの CM とかでもあるじゃないですか。こう氷を中に入れてストローでかき混ぜるような、あの夏の感じとかってすごくこういいですよね。あと冬の場合はね、例えば暖炉のなんか音、火が、ね、こう木が焼ける音とかって結構まああったかいかなって思うんですけど、やっぱりその音っていうのがね、結構なんか季節を感じるにはすごくいいものなのかなって思ったりも僕はしますね。なかなか、ね、今だとこうマンションとかだとね、なかなか風鈴とかって、ね、うるせえみたいな感じでつけられないと思うんですけど、まあね、あると逆になんかあるとおっとかってね、思っちゃいますね。風鈴はね、ガラスのところは薄くなんか水色でつけておくと、なんかガラスっぽい雰囲気が出ると思います。本当はね、無色なんですけど、まあ夏らしい色だし、なんかガラスは割と薄く青系の色をつけておくとガラスっぽくなります。で、色を塗るときは縁のところだけでいいですね。ガラスの周りのところだけで OK です。こんな感じですね。で、まあ、柄はね、まあ、金魚とかがまあ定番なんですけど、今回は花火柄にしてみました。割と花火か金魚かって感じがしますね、こういうガラスに描いた絵の場合は。こんな感じです。で、使った色鉛筆は今回この色になります。他にもね、いろんな動画を上げているので、よろしかったらそちらの方も見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録もね、お願いいたします。どんどんね、動画アップしていきますので、はい、それではまた。